こんにちは。為替ウィークリーセミナーです。今週もよろしくお願いします。今週って言ってますけれども、ちょうど先週の、土曜日に、札幌で全国投資セミナーがありまして、ですからその、土曜日のセミナーの合間を、合間にですね、ホテルに一回戻って今これを収録しているところです。ですからいつもとちょっと勝手が違いますけれども、また少し聞きづらい面もあるかもしれませんけれども、すいません、今回はちょっとそういうことで出張先からということになりますので、ご容赦いただきたいと思います。先週ですけれども、先週って言っても本当は今週なんですけれども、ついに、4月29日につけた160円をちょっと超えたところでの、この間の高値を更新してですね、一時はその161円台に乗せるまでドル一段高ということになりました。このドル高さらに続くのか、それとも160円をね下回ってドル安に戻っていくのかというところですけれども、介入との動きも注目されますし、あともう一つはやっぱり僕ずっとこだわっている通り、今のそのドル高安っていうのは投機筋の円売りが主導しているところがありますけれども、大きいと思いますけれども、そちらの方も結構限界に近いところまでね来ているようなところもありますので、投機筋の円売りが果たして続くかどうかっていうのも介入があるかどうかとともに焦点になるんじゃないかなと思ってますので、そういったことについてこれから確認していきたいと思います。よろしくお願いします。ドル円の日足のチャートをこんな具合にご覧いただいています。ここが4月29日ですね。ここで、160円を超えたと直後に介入があって、一旦151円までこう下がったわけですけれども、その後また2ヶ月かけて約2ヶ月かけて160円まで戻ってきましたということです。先週は前半はそれでも何日かやっぱり160円のところで介入警戒感もあったんでしょうけれども、踏みとどまる状況は続いたんですけれども、こんな感じで水曜日に160円を超えると勢いづいて一時161円台に乗せる場面もありということになります。じゃあこのチャート的に見るとやっぱり160円っていうのは結構重要なポイントであって、160円というのはそもそも1990年の高値以来の高値ということだったわけですけれども、そこも完全に超えてくると、今度はその前のドルの高値というと、もうプラザ合意の1985年の250円とか260円という世界になっちゃうんですね。ですから160円を超えたら、それこそプラザ合意前の水準に戻る動きが始まってんですかっていうふうな話にもなりかねないような結構重要なポイントではあるんですけれども、ただですね、長い目で見るとそういうことかもしれませんけれども、足元でさらにねドル高円安が広がっていくかどうかっていうと、ちょっとやっぱり微妙な点もあるんじゃないかなという具合に思っています。まずさらにドル高円安が広がるかどうかの一つ の焦点になるのは、介入があるかないかということではありますよね。でこの介入については、イエレン財務長官が5月に入ってから、その牽制っぽい発言をこう繰り返し何度かやったことによって、日本は介入できないんじゃないかみたいな見方も出てたわけですから、このまま160円を超えてやっぱり介入やらないなとなってくるとですね、一段とドル高円安が進みかねない面はもちろんあると思うんですけども、ただなんか先週の神田財務官の報道発言、神田財務官の発言に関する報道を見ていると、何か介入もやりそうだなっていうところもあります。例えばおそらくこの160円を超えてきた水曜日の夜だったと思うんですけれども、神田財務官の発言として、行き過ぎた動きに対しては適切に対応するっていういつもの決まり文句があるわけですけれども、それについて今の動きはどうかっていう質問があったと思うんですが、それに対して普通だったらノーコメントと、今の動きが行き過ぎた動きか急激な動きかっていうところは答えないというのが基本なんですが、今回は急激な動きだっていうふうに言ってるんですね。
ということからすると、急激な動きも行き過ぎた動きも、まあ、似たようなものですから、行き過ぎた動きには適切に対応する、今の状況が行き過ぎた動きだと思うと言ってるわけですから、じゃあ適切に対応するイコール介入するという可能性が結構高いんじゃないかなと思いますので、そうであればそこのところはね、一つ今週の大きな焦点になると思います。そうやってもなんかこうだらだらと動きの中で介入やってもですね、効くかどうかわからないので、介入もやっぱり一つには相場がこう勢いづいて、それにカウンターパンチのような感じで入るとかっていうような、そういうところが必要なんでしょうから、だからなんかだらだらとじりじりとドル高円安が進むんだったらトマークとして、例えばですけれども、この間の高値の161円を抜けて一気に162円を超えそうな動きになるとかね、そうなったらもう早々に162円前後で介入があってもおかしくないんじゃないかなっていうふうに僕は感じていますけれども、でそれが一つのポイントで、でもう一つは冒頭にも言った通り、投機筋のドル買い円売りっていうのはかなりやっぱり一方的にね傾いてきてる感じがあるなと。僕はよく投機筋のポジションということで CFTC 統計の投機筋の円ポジションをご紹介しますけれども、先週の火曜日の時点だから25日現在の数字が公表されたところによると、再びその17万枚を超えてきてるんですね。でこれは過去最高が2007年の6月に記録した18万8千枚とか、なんかそんな感じなの でちょうどこの今回4月の29日に介入やる前のこのポジションがですね17万9千枚とか、ほとんどもう18万枚ぐらいだから、過去最高に匹敵するぐらいに円の売り越し、ドルの買い越しが拡大していたわけですけれども、今回それに迫るようなところまで再び17万枚を超えてきてるわけですから、17万3千枚とかそんな感じだと思いますけれども、ですからかなりやっぱりもう過去最高に近いぐらいドル買い円売りに投機筋のポジションが傾斜しているということだと思いますので、ほとんど今の数字ってだいたい細かいですけども、先週の火曜日時点ですから、そこから今度160円を超えたりとかって話になってきてるから、この火曜日時点からさらにドル買い円売りが拡大している可能性っていうのは十分あって、ひょっとしたらやっぱり2007年の6月に記録した過去最高を更新している可能性もあるんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。でそうすると過去最高ってことはどういうことかというと、今まではこれ以上ドル買い円売りが拡大したことがない水準までも拡大しているということになるわけですから、今回の場合勢いづいているのもあるから過去最高を更新して、もう少しドル買い円売りが続くのかもしれませんけれども、それにしてもやっぱりどん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 ドル買い円売りの限界が近いところまで来てるんじゃないかなというふうには思います。そういった中で介入があったのが4月末だったわけですけれども、今回の場合もほとんど過去最高規模のドル買い円売りに傾斜した状況の中で再び介入があるかというところが焦点になっているということだと思いますので、まあ、かなり4月末に似た状況かなと思います。介入があれば大きくドル買い円売りに傾斜したポジションが逆流することによって、結構ね大きくドル安円高に戻す可能性はあると思うし、いつもよく言う話ですけれども、これまで日本が介入したのっていうのは2022年に3回、2024年、今年がこれまで2回ということですけれども、全て介入あった日は最大で5円程度ドル安円高に戻してるわけですね。ですからそういうことも考えたら、今回の場合も介入があったらやっぱり5円程度、162円前後で介入があったんだったら157円前後までね、ドル安円高に戻す可能性があると思うし、それ以外のところでもなんか例えばフランスの
議会選挙の結果なんかでヨーロッパの政治不安というのがこうリスク回避のねきっかけになったりとかして株安になったりとかするとですね、ドル買い円売りに大きく傾斜したポジションのやっぱりポジション調整っていうのも入りうると思いますし、その辺がやっぱり焦点になると思います。介入があるかないか、そしてドル買い円売りがさらにどれだけ続くのか、ポジション調整に転換するのか、その辺がやっぱり今週の見どころかなというふうに思います。まあ、以上を踏まえると、介入があった場合だったらさっきお話した通り162円で介入があって157円ぐらいまで戻す可能性はあると思うし、値幅が大きくなる可能性あると思いますし、なかった場合にはまあそれほどではないんでしょうけれども、ということからすると、まあ、上値は162円の50銭ぐらいとして、そして下値は157円ちょうどというような感じで今週は予想したいと思います。で、今週はさっきから何度か言ってるみたいにヨーロッパのフランスの選挙結果っていうところも出てきますし、それに確か7月4日イギリス の総選挙もあるみたいですし、ヨーロッパのヨーロッパ政治流動的な状況がこう続いているので、そちらもこう材料になるかどうかというところからも目が離せないんじゃないかなという具合には思います。はい、では最後に、今週の注目材料について確認したいと思います。今週はまず週明けの相場はですね、フランスの下院選挙の結果っていうのがおそらくこう相場の方にも影響すると思いますので、そちらの方が要注意というところだとは思います。で、それ以外のところでは今週は7月の第1週ということになりますので、アメリカの経済指標の発表が注目度の高い経済指標の発表が多いので、そこのところもチェックポイントということになりますね。経済指標カレンダーを使って予想なんかについてちょっと確認してみたいと思います。で、まずですけれども、月曜日は ISM の製造業景気指数ですね。こちらの方は予想では、まあ、前回よりも若干ですけども良くなるみたいな、ただその景気回復と公共と不況の境目が50ということになってますけども、それはまあ下回った状況が続くという予想になっています。そして水曜日は ISM の今度は非製造業景気指数で、こちらの方は前回よりも悪化するという予想になっています。そして金曜日は雇用統計の発表ですね。雇用統計は前回がポジティブサプライズということで、ノンファンペイロールが27万人っていう予想を大幅に上回る結果になって、ドル買いに弾みをつける結果になったわけですけれども、まあ、そこからは今度は減るんだろうという予想になってますけれども、実際出てみないとね分かんないところがありますけれども、予想は前回の27万人から18万人まで減るという予想になっています。失業率の方は横ばいと、そして平均時給は若干ですけれども上昇率が前回よりも低下するという予想をやっています。前回確か全部失業率、ノンファンペイロール、それから平均時給全てが予想を上回るみたいな感じで、だからあれなんですよね、重要なレジスタンスを抜けるきっかけになって、結局、まあ、こうやって160円を超えてきたわけですけども、その始まりって一つはやっぱり1ヶ月前の 前回の雇用統計の結果っていうところが大きく影響したと思うんですけれども、まあ、今回は予想はそれよりは悪くなるという予想になってますけれども、どうなのかそんな感じになります。ということでアメリカの景気指標の発表とても多い1週間になりますし、そして160円を超えたところで推移していますので、引き続き値動きの方は結構当てるんじゃないかなという具合に思います。はい、では今週は以上になります。失礼します。